今日は2020年度個人株主増加数ランキング第3位の ANA ホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。第4位だったエネオスホールディングスに続けて2020年度個人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。いよいよトップ3の発表ということになるんですけれども、2020年度個人株主増加数ランキング第3位は ANA ホールディングスです。昨年の5位に続いてランクインしています。 JAL と並んで個人投資家に人気の航空株ということなんですけども、 ANA の魅力は何といっても株主優待です。国内線 50% 割引の優待券を受け取ることができますので、飛行機に乗る機会の多い個人投資家さんにとって人気の優待となっています。新型コロナの影響を受け続ける中で、1年ほど前には大型の公募増資を行うなど厳しい状況が続く ANA。 緊急事態宣言の解除、新型コロナワクチン接種の効果にも期待しつつ、個人的にも空の旅を満喫できる日を楽しみにしています。引き続き個人投資家に人気の ANA ホールディングスの株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは ANA ホールディングスのビジネスモデルから紹介します。 ANA は1952年に第二次世界大戦によって壊滅した日本の定期航空事業を再興することを目的に日本ヘリコプター輸送を設立したのが始まりです。1953年に定期航空輸送事業の免許を取得すると、東京大阪間の貨物輸送をはじめ営業路線を拡大していきます。1957年には社名を全日本空輸と変更します。そして1986年に国際定期便を開始します。2003年に全日空から英字社名であるオールニッポンエアウェイズカンパニーリミテッドの頭文字を綴った ANA に変更統一をしました。そして2015年度には国際旅客数で JAL を抜いて国内線国際線ともに首位に立っています。1999年に航空連合スターアライアンスに加盟して、日米路線でユナイテッド航空、日欧路線でルフトハンザグループと共同運航しています。昨年遠隔操作ロボット事業でアバターインを設立、遠隔操作ロボットニューミーは現在全国で4カ所の観光施設で、世界中では100台以上が設置されています。現在開催中のドバイ万博でもお披露目されています。2018年には双日と ANA ビジネスジェットを設立して、ビジネスジェットも展開しています。新型コロナの影響で国際線の大量運休が続く中、企業が途上国から駐在員を帰国させたりですとか、工場の再稼働などで現地へ赴任させる際にビジネスジェットを活用するケースが出てきているとのことです。2015年度に単年黒字化、そして2020年度も増益を達成しておりまして、フルサービスキャリアの ANA、LCC のピーチに続く事業エリアの拡大が期待されています。コロナ禍で落ち込んだ業績の立て直しとして ANA が期待しているのが LCC 事業です。フルサービスキャリアはコロナ禍をきっかけに長期的な減少傾向に転じたとされる出張などビジネス需要が大きな割合を占めています。一方 LCC はレジャー需要が中心です。そのポテンシャルに期待を寄せるという形で、傘下の LCC への影響力を強めようとしています。その傘下のピーチはコロナ禍で旅客数では LCC の中でトップだったジェットスタージャパンを逆転しました。国内線の予約数については、9月前半は1日約5000件と低調でした。しかしワクチン接種率が上昇して感染者数などが減少した結果、緊急事態宣言などの解除が視野に入ってきた9月中旬から予約の伸びが高まっているとのことです。9月末には1日約5万件という水準に達して、10月搭乗分の予約も大幅に伸びている模様です。さらに年末年始にかけて羽田ホノルル便を増便するなど明るい話題も出てきています。月額制で全国の居住スペースを提供するライフプラットフォームアドレスを展開するアドレスと共同の実証実験を開始しています。アドレスは4万4000円からの月額払いで、全国のリノベーションされた民家などに住み放題というビジネスを展開しています。ANA との提携では3万円を追加することで、羽田便の国内便9路線を往復で月2回利用できます。片道料金は7500円という破格の価格で搭乗ができるということです。これまでに2度アップデートが行われておりまして、利用可能空港数は20まで伸びてきています。 LCC のピーチでは国内線の全路線が1ヶ月乗り放題の航空券定額制サービス、ピーチ放題パスを発売します。運賃のみのライトと座席指定と預け入れ手荷物込みのスタンダードがありまして、価格はライトが 19,800 円と 29,800 円、スタンダードが 29,800 円と 39,800 円となっています。
ライバルである JAL も導入している航空サブスクを取り入れて業績の立て直しを目指して乗客の確保に目指した様々な取り組みを行っています。続いて ANA ホールディングスの直近の決算内容を解説します。2022年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、売上高は1989億1100万円前年同期比 63.6% 増、営業利益は646億1200万円の赤字、前期は赤字でした。純利益は511億5900万円の赤字、前期も赤字となっていました。旅客需要は羽田国内線が復調して前年から持ち直しつつあるものの、新型コロナの感染拡大が収束せず低迷が続いています。貨物が自動車、半導体の関連部品などの輸送需要が好調で、単価も高水準で推移しています。これによって赤字額は前年同期からは半減しました。コストの削減が想定に比べて約40億円上乗せしているものの、国際線で出張需要が戻らず厳しい状況です。一方、会社計画は強気の見通しで、通期の黒字予想は維持しています。 JAL は業績予想の開示を見送る一方で、 ANA は黒字予想維持という強気の姿勢を示しています。今後の株価の動きにも影響してきそうな気がする決算見通しの見解の差と言えそうです。続いて ANA ホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ2年間のチャートを見ていただきたいんですけれども、昨年のコロナショック、そして大規模な公募増資実施を経て、今年に入ってからは株価が回復基調になってきています。ここ半年間についてはおよそ2300円前後から2900円前後のボックス圏での動きが続いています。ボックス圏での動きながらも、下値を切り上げながら上下してきているというのは良い傾向のように思います。ANA ホールディングスの本日の割値は2753円で、年間配当金はなしとなっています。そして ANA に投資する魅力としてお伝えしていた株主優待制度です。 ANA の株主優待は、優待割引運賃が利用できる株主優待番号の案内証となっています。100株で1枚、200株で2枚、300株で3枚、400株で4枚となっていまして、1000株で7枚、そして10万株になりますと254枚という形になっています。ひとまず100株以上保有していれば年2回優待券を受け取ることができますので、ライバルである JAL よりも株主優待を受け取りやすくなっています。ちなみに ANA グループ優待券冊子も年2回ありまして、提携ホテルの優待利用券や国内海外パッケージツアーの優待割引などが受けられます。ここ直近の動きについてお伝えしますと、9月21日から株価を 15% ほど上昇して約4ヶ月ぶりの高値をつけました。アメリカが新型コロナウイルスワクチンの接種を条件に11月にも渡航制限を解除すると発表したことを受けて、交換した会が集まった模様です。アメリカでは国、地域別に導入していた入国制限をやめて、ワクチン接種を終えた証明書と出発前3日前の陰性証明を示せば、入国後の隔離期間なく渡航できるようになる見通しです。ANA にとっては国際線の需要回復につながるポジティブな話題です。このような話題が続くようであれば、ボックス券を突き抜けてくる可能性というのも出てくるんじゃないかなと思います。そして現在は業績の悪化によって無配となっているんですけれども、コロナ前は年間配当75円を実施していました。増配しながら75円ということで、非常にいい傾向かなと思ってたんですけれども、残念な状況です。仮にこの水準まで覆してくると、現在の株価水準で言えば 2.7% の配当利回り、さらに株主優待券が受け取れるということになります。ANA と JAL がコロナ前の配当金額まで戻った場合、配当利回りは JAL に軍配が上がります。ただ株主優待制度は ANA が充実しておりまして、配当利回りを優先するか、株主優待制度を優先するかで、ANA と JAL、どちらを持つかという判断材料の一つになるかもしれません。ここ1年間、ボックス券の動きが続いてきているわけなんですけれども、飛行機に乗る機会があって中期的に株を持ち続けられるという投資家さんは、押し目でも買っていい時期になってきたと思っています。押し目の目処としては、今年2回ほどボックス券の下値ラインとなっている2400円台。まあ、このあたりが目処と思われます。続いて ANA の今後の懸念材料についてお話します。 ANA は2022年度の国内線需要の回復を見込んだ業績見通しを立てておりまして、その見込みが外れてしまうと株価は再び下落するリスクがあります。アメリカでは疾病対策センターが新型コロナワクチン接種完了者に自由な国内旅行を認めています。アメリカの国内線の航空需要は観光目的を中心に盛り返してきています。
これによってアメリカの航空会社の業績は V 字回復で黒字まで業績を戻してきました。ただアメリカの航空会社でうまくいっていることが日本の航空会社にも当てはまるという保証もないだけに、株価のリバウンドに時間がかかってしまう可能性もあります。今日のまとめということなんですけれども、コロナ禍の出口がはっきり見えていないという状況ではあるんですけれども、 ANA の経営状態は最悪期を脱したと思っています。業績復活のポイントとなるのは国際線需要の回復だと思われます。実際羽田ホノルル便の増便など少しずつではあるんですけれども、期待できる話題も出てきています。回復の見通しが立ってくれば株価はボックス圏を抜けて本格的な株価の復活というのも可能性を秘めています。ただしコロナショック前の株価水準に戻るような本格的な回復は早々にやってくるかもしれないですし、まだまだ時間がかかるかもしれません。株価のリバウンド期待で持つよりも目先は株主優待狙いで購入するのがいいと思います。ということで、気長に持てる投資家さん限定という話になってしまうかもしれないんですけれども、ボックス圏の下値ラインである2400円前後、こちらについてはおしめ買いのチャンスと言えそうです。今日は2020年度個人株主増加数ランキング第3位の ANA ホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。